トリクラーがどんどんやめていくね。まあ俺は全然弱くない、下級トリクラーだから全然まだやめる気はないし、まあやめるっていうのはまだないかな。うん、楽しみを、俺は今度はどんどんね、楽しみを自分でオリジナリティで作っていければ無限って、なんか誰が言ってたんだっけな、梅原さんが言ってたから、まあじゃあ俺もまあどんどんね変な楽しみ方をしていこうって思って、あ、でトリクラーも僕やめる気ないですけど、まあ、特訓の森全部攻略したら確かにやる気なくなるよね。でも俺全然やめる気ないんだよね。まあそれは今楽しいからね。334か今、スキルレベル。あー違う、スキルレベル334、気持ち悪い。海賊レベル334なんですよね。那覇新幹部ってことでね。那覇新関係ないやろって。那覇。なんでや。阪神関係ないやろ。那覇新幹部ということで。まあ本当に いろんなトレクラーさんがね、ツイッターでもなんかいろいろ、僕もそんな全然認識がなくても、レベル高い人、レベル600代の人でもやめちゃってると思っちゃうと、そうやっぱ悲しいのかなと思いますよね。やっぱまあメッセージなのかもね、トレクル運営にトレジャーマップとかでなんか楽しめてないっていうのは、まあ飽きさせちゃってるってことだよね。でも俺はまだ、まあ、全然始めてばっかり、始めてようやく1年、始めて400日なんですよね、ようやく。だからほぼ1年と1ヶ月なんですよ。ちょうど、まあ、まあちょうどじゃない、ほんと1年と2ヶ月か1ヶ月半くらいなんですけど、まあほぼグダグダでやってきたんで、レベルも334です。1年と1ヶ月やって330ですからね。もうどんだけゲームやってないんで、1日1レベルも上がってないじゃんって。最近急に上げたの。最近30日レベルくらい上げたんですよね。うん。足し木イベントで1日2レベル上がるんですよ。2レベル上がるんですよ。それで今やってますね。はい。足し木イベいいっすよ。でも俺トレクル全然やめる気ないですね。全くやめる気がない。全くやめる気がない。ん？ターメリック？ああ、決戦とかいろいろやりたいですけどね。石がないんで、今ちょっと石貯めてるんで。トレジャーマップ、次2回、月2回開催でしょ？俺、10連1回しかしません。はい、多分ね、まあ、でもなんか、悲しいなと思いました。まあ、俺も、やめないようにね。うん、ちょっと。俺が人気になってもやめないかな。それだけ。